もう目に入って目に入ってきたものから直感的に紹介をしてまいりますけど、これいきましょうか。はい、これはいいです。はい、アイファイオーディオの、はい、ごめんなさい、もう一回、アイファイオーディオのプロ IDSD という、アイファイオーディオのプロ IDSD という製品ですね。はい、でアイファイオーディオっていうのはどこのブランドなんですか？イギリスになります。はい、出ました、イギリス。はい、なんかイギリスってすごいですね、やっぱオーディオ大国ですね。うん、そうですね、まあ、いろんなメーカーありますからね。そうですね。で、まあ、さっきちらっとお話がありましたが、このね、コンセントとかね、あ、ちょっといろいろとあります。ちょっとお借りしますね、すいません。まあ結構デジタル系、ごめんなさい、デジタル系とか、まあ、こんなんとか、はい、アイピューリファイア AC、はい、ですね、はい、とか、これ何ですか？これアイピューリファイア DC2 といって DC 電源 の、 ノイズクリーナーというか、うん、そういうアイテムになっています。なるほど。なのでスイッチング電源の DC コネクタ、DC 電源というか AC アダプターってたくさんありますけども、それってやっぱスイッチング電源なのでノイズが多いというふうに iFi オーディオで言ってまして、それをノイズをキャンセルする、除去するアイテムになります。なるほど。アダプターとかに、そうです、挟むような形で、ね、そうです、挟むような使っていただくと大ヒット商品ということでよろしいですか？そうですね、はい、ありがとうございます。おかげさまで、結構ね、はい、話題になってますね、これ。アイプリファイア2 DC、 あ、アイプリファイア DC2 です、ね、DC アイプリファイア2か。あ、実はですね、本国の名前と日本国内で、ね、違うんですよ。分かりづらいじゃないですか、 DC アイプリファイアとかですね。そうか、そうか。アイプリファイアシリーズたくさんあって、うん、アイプリファイア AC だとか、うん、そして今アイプリファイア3っていうのが、これは USB の、うん、ノイズ除去アイテムになるんですけども、うん、なので日本国内ではアイピューリファイアシリーズの対象となる、うん、読み方を変えてるのね。そうです、うん、読み方の順番を今、なるほどね、案内してます。はい、でさっき、菅沼さんから お話がありましたが、これが、USB ですね、アイプリファイア3、はい、これはどういったものなんですか？こちらも、うん、まあ、基本的には USB 信号というのは、うん、パソコンから出てくるものは汚いという発想からスタートしてまして、 なぜ汚いんですか？まあ、そもそも、USB 出力というのは、うん、オーディオ用に作られていないので、うん、オーディオクオリティからするとジッターであったりとか、うん、ノイズレベルも非常に高いと。でそういうものをパソコンからダックの方に接続してしまうとダックの方にも影響があるという。なるほど。ジッターっていうのは何なんでしょうか？デジタル信号のブレですね。ブレという、はい、まあ要はそのなんていうんですかね、こうデジタル信号が今、まあ、USB っていうのはその電源 AC のところと、はい、まあ、そのデータのところとあって、はい、そのデータのところですよね、はい、そこのデータがブレてしまう。ブレてしまう。デジタル信号というのは周期的に同じペースでずっと送っていかないといけないんですけども、うん、そのペースというのが乱れてしまうというのが、うん、まあ、ジッターを分かりやすく言うとそんな感じですね。そうですね、まあ、時計みたいな感じで、はい、こうカッ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 っていう風で一定のペースで送らなきゃいけないのに、はい、それがずれてしまうということですね。はい、はい、で、まあ、それを補正するためにその例えばそのクロックって言って、まあ、クロックを入れたりだとか、はい、まあ、そういういろんな対処法があるんだけども、これはそんな面倒くさいことやらずにこれだけパッとやれば、はい、内部でリクロックしてできるということで、はい、あ、そっか、だからこれもクロックリクロックアイテムだったりするわけだ。そうです、リクロックアイテムであり、うん、信号の再生性も行ったりとかですね、うん、あとはその DC に乗ってくるノイズ、バスパワー線に乗ってくるノイズも除去するという、まあ、いろんな機能が入ってる。何でもやってくれるんですか？これいくらですか？それが16,800円です。安い、はい、ということでございますんで、これだからもうこれオーディオっていう枠はもうはみ出てて、なんかあれですよね、スタジオのレコーディングで使ってもらったりとか、はい、ね、作曲、まあ、DAW とかで使ってもらったりとかもできるので、はい、このいいですね、インターフェースに、うん、USB インターフェースにこうさせていただいて、オーディオインターフェースに、そうだよね、させていただいてもいいですし、うん、いいですね、はい、で、あと最近ですね、まあ、これまた大ヒットに次ぐ大ヒットということでございますが、はい、はい、これですね、AC のアイプリファイアですね。これも売れてますね、おかげさまで、はい、はい、で、まあ、これコンセントに挿すやつなんですけど、これはどういうものなんですか？
でしょうか。まあ、アイピューリファイアシリーズ自体ですね、そもそもの根幹的なノイズ除去技術というのがありまして、ノイズ信号に対して逆走のノイズを内部で作り出すと。でそれを逆走をぶつけてあげるとゼロになりますよね。そう、ゼロになりますね、はい。ノイズキャンセリングイヤホンだとヘッドホンですとかそういうのと同じ発想ですけども、なるほどなるほど。でそれをUSB 信号に当てはめたりDC 電源に当てはめたりということでシリーズ化してるんですが、これは AC 電源に着目した iPurifier シリーズ、AC 電源に乗ってくるノイズに対して逆走のものを作り出してぶつけてあげることによって、これはまあタップに挿したりして使うんですけども、そのタップの周りの接続されている機器のノイズをこいつが全部吸収してあげてキャンセルしてあげるというアイテムですね。はい、これ映りますかね。これこういう感じで、この図が、はい、ですね。ノイズキャンセリング大丈夫ですね、はい、うん、こんな感じで、ちゃんと綺麗な波形にしてあげるという感じでございますね、はい。でまあ、あと iPurifier AC はその種のノイズ除去機能の他に、天板に LED が2個ついていて、アースが来ているかどうか、でアースが来ている時にこうです、ね、ポラリティが合っているかどうか、つまり逆走か清掃か、電源で清掃逆走があるんですけども、それが合ってるかどうかっていうのも副次的な機能で見せることができます、はい、なるほどなるほど、はい、いうことでございます。この前試聴会やったんですけど、はい、一人で2個なんか買ってくれた人とかいたりだとか、はあ、ありがとうございます、ね、はい、これ1回だからやるともう手放せないという感じですね、はいはい。まあ、使い方的にも、電源タップ の大元の方にさせていただいて、はい、でその後は電源タップ複数の口がありますけども、大元の電源タップの口とあとこっち の奥の方の口に2個差しつとかですね、であとは壁コンセントの空いてるところに差して、でなおかつ電源タップの方に差すとかですね、もういろんな使い方ができます。なるほどなるほど、はい。それ2個使ったら2個分良くなるんですか。そうですね、基本的に並列もしくは配下にある下流にある電源 の浄化能力があるので、壁コンに挿すとその壁コンにつながっている同じ並列につながっている電源タップの効果が良くなりますし、なのでまあちょっとどういう風に効くかというのは実際にお使いいただいて挿しながら聞き比べていただくのが一番かと思いますけども、複数使うことに意義があるアイテムになってます、まあ、これもオタイオーディオの方でよかったら貸し出しのご希望は受けたまりますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、いう感じで、今日お持ちいただいてるのが、こちらになりますね。じゃあちょっとまた寄っていただいて、はい、リンでもあるんで、あ、そうですね、あ、ごめんなさい、ちょっとね今更すいません、これリンでもあるのリモコンです。かっこいいですよ、シンプルで。で、これは実はバッテリー式のリモコンになってます。本当だ、USB だ、はい、USB で充電する。ごめんなさい、話がずれました。はい、じゃあ、早速ですね、この IDSD の、インプット書いちゃった、はい、ですね、もうちょっとご紹介をしていただきます、はい、はい、こんな感じですね、まあ、はい、まあ、これもですね、先ほど説明した通り、何でもオールインワンのエリアプレイヤーになってまして、はい、まあ、もちろん先ほど見た USB 入力があり、であと APP というのはですね、ネットワークイン、まあ、つまりタイダルであったりとか、あとはそういうもののサービスのために APP というインプットがあります。であとは BNC のデジタル入力、SPD代表のデジタル入力、XLR、ASEB のデジタル入力というふうな形ですね、はい、なるほどなるほど、であとはですね、はい、まあ、Hi-Fi オーディオらしいというか、はい、そのデジタルフィルターのこだわりというのもありまして、デジタルフィルターの、はい、はい、でいわゆるそのデジタルフィルターというのは入ってくる信号に対して、まあ、いわゆるソースの信号に対して内部でアップサンプリングをしたりもしくはしないという設定もできます、なるほど。で今はその、ビットパーフェクト、ビットパーフェクトプラスというモードと、あとは、長いんですけどもギブストランジェントオプティマイズドという難しい、フィルターですとか、あとアボダイジングっていうフィルターとトランジェントアライメントアラインとかっていうフィルター5種類、設
設定されているんですね、はい、で、まあ、デジタルフィルターというのは完璧なデジタルフィルターというのは存在しなくてですね、それぞれあのメリットとデメリットというのがあるので、あの音源に合わせてあの好みなものをお使いいただければというふうに思います。なるほど、はい、その今のビットパーフェクトとか、はい、っていうのは結局どういうことなんですか。内部でですね、あのアップサンプリングをするかしないかっていうのがまずビットパーフェクト系のフィルターとそれ以外のフィルターに分かれるんですね、でこのビットパーフェクトとこのビットパーフェクトプラスというフィルターは、はい、内部で、アップサンプリングをしないフィルターになります。なるほどなるほど、はい、でこのアップサンプリングする系ですとこのトランジェントアラインドと、アボダイジングと、ギブストランジェントオプティマイズと、まあ、GTO フィルターってよく呼んでますけども、になります。なるほど。で今はあの今ちょっと見ると分かるんですけども、ビットパーフェクトの時には、このディスプレイは、44kHz というふうに出てると思うんですが、で下のこの小さくまた 44kHz というふうに出てるんですが、この下の方がソースのフォーマットなんですね。元ですね、はい、元々 44kHz だったよっていうことですね、はい、で今内部処理が何で働いてるかというのはこの上に出るんですけども、まあ、ビットパーフェクト系のフィルターというのはあのアップサンプリングをしないフィルターなので44のまま変わらずってことですね、はい、で実際にちょっと変えてみるとどうなるかっていうと、はい、まあ、内部で、705.6kHz まで、アップでサンプリングするというものになります。ここまでになると音はだいぶ変わっちゃいますよね。そうですね、はい、まあ、ただその、まあ、他のフィルターに比べると音は変わりますけども、それをいいふうに捉えるのか、悪いふうに捉えるのか、そうね、はい、お客さんのユーザー様 の、 あの次第ですね、次第ですね、であとは DSD のアップサンプリング機能もありまして、ほう、今は DSD1024 にアップサンプリングしてます、なので一般恐ろしいね、これ44ってありますか、これでもメガですからね、メガですね、メガですか、はい、で、これを押すとそんな処理できるんだ、オフになって、で、あとはあとは DSD512 のアップサンプリングができるという形になります。22メガですね、はい、で、先ほど見せた1024になると、45メガヘルツ、とんでもないですね。そうですね。マジで。大丈夫ですか？で、ちょっと聞いてみたくなっちゃうね。ありがとうございます。で、一般的に流通している音源だと DSD256 というのが最近出てきて、そうね、それが 11.2MHz とかよく言いますけども、それの4倍で内部で処理できるというモードになりますね。そんな、はっきり言って、それをその演算する負荷って、はい、そんなに甘くないんですよ。はい、だから中のチップとかって相当いいの、はい、いいというか処理速度が強いやつが入っているんでしょうね、おそらくね。実はですね、そこまで処理能力が高いものは採用してないんですよ、でそれはやはり iFi オーディオの技術で処理能力が低いものでもこれだけの演算能力ができるように落とし込んでいるというのが一つの特徴です。なるほどなるほど、まあ、当然そのプログラムの組み方によってその効率っていうのはある程度は、はい、あの突き詰められますからね、そうなんですね、はい、で、まあ、あまりその FPGA にしても高いものを、あの処理能力の高いものを積んでしまうと値段も上がってしまうんですから、いや間違いない、はい、で、まあ、裏がこんな感じになってます、まあ、今あのちょっとつないではないんですけどね、はい、はい、まあ、電源だけつながってるっていう状況ですけど、はい、はい、じゃあちょっとこちらも説明していただいてよろしいですかね、はいはい、先ほど説明した DC15、はい、まあ、これはこちらはですね、AC アダプターの電源 の、あのものになってまして、実はこの AC アダプターも特別製の iFi オーディオオリジナル の、 そのノイズが少ない AC アダプターを使っています。あ、そうなんだ、よくある汎用のやつを取ってつけたっていうわけじゃなくて、はい、ちゃんとプロデュースしてる、はい、うん、でいわゆるそのアナログ式のトランス式の AC アダプターであったりとか、はい、トランス電源よりもノイズが低いというのが一つの売りであります。なるほどね、はい、うん、心強いですね、はいはい、でその他にもですね、内部に実はここのですね、そうですね、3分の1ぐらいは、あのノイズ除去のための基板が入ってまして、あ、3分の1もそこに費やしてる、はい、まあ、すごいね、今2段構造になってるんですね、中の基板は、そのうちの上段のこの3分の1はノイズ除去のため の、 あの
基盤になってます。はい、まあやっぱりそれだけ電源に対してはすごくこう、なんていうの、真剣に考えてるんですね。はい、うん、なるほど。これは何ですか？あ、これはですね、うん、iFi のオーディオシのプロアシリーズってあと2機種あるんですけども、うん、あの静電型のヘッドホン向けのモジュールと、うん、あとヘッドホンアンプ兼プリアンプのモジュールがあるんですけども、はいはい、それにこうループでこう、うん、あのさせるようになってます。はい、わ、はい、かりました。で、この下は何かまた細かい、こっちがまあシンクっていうのはこれは何ですか？クロックですね。でクロックスルー出力もできるんですよ。あ、クロックも吐き出せる。はい、うーん、なので他の機器とあの同期もすることもできますし、あとはプロアイ DST を複数使って全部同期させて一、うんうん、つのマルチチャンネルダックとして見出すこともできます。うん、なるほどなるほど。はい、ああそうですか。こんだけでも結構ねいいね。でこっちがアウトでこっちがインなのかな、おそらく。でクロックもワードクロックと、うん、はい、アトミッククロックどっちも対応してます。してる、はい、テメガクロックとワードクロックどっちも対応ですね。そういうことですね。はい、これは何ですか？これ、あ、そこがですねクロックモードの切り替え、ね、ああそっかそっか。今はクロック接続してないのでスタンドアローン の、うん、あのインターナルの内部のクロックを使うモードになってますけども、うん、そこで切り替えて他のプロ IDSD からクロックを供給受けたりとか、うん、あとはアトミッククロック、テメガクロックを受けたりとか、うんうん、あとはワードクロックを受けたりとか、うんうん、モードを選んでできるということですね。はい、で、まあ、これはまあアンテナもついてて、はい、これマイクロ SD が入るのかな、これは。はい、そうなんです。マイクロ SD で、うん、先ほど APP と入力がに書いてあった、ものがあったと思うんですけど、はい、インプットの中で、はい、でその APP の中でマイクロ SD カード、はい、あとはここに USB ホスト あの A タイプの入力があるんですけども、ね、はいはい、そちらに USB メモリーを挿したりであったりとか、うん、まあ、マイクロ SD カードを挿すと、うん、その APP のインプットで内部のデータを読んで再生することができるというものになります。うんうんうん、なるほどなるほど。で、これはあれですね、 XLR のデジタルですね、はい、で RCA のデジタルですね、はい、で、まあ、PC、USB ですね、はい、でちなみにこの SPDF のデジタル入力は中コンパチの端子になってまして、うん、光端子の丸型をブスって刺すと光入力にも使えます。あ、そうなんだ、はい、うーん、であとはそのクロック入力はですね、うん、あの BNC の入力とあの排他的な仕様になってまして、クロックデジタルでもいける、デジタルで入れることもできます。あ、なるほどなるほど、はい、でそれの設定っていうのはパソコン上でやる？あ、いえ、すべて全面のパネルで。ああ、なるほどね。はい、便利ですね、これなかなか。で、まあ、当然、ネットワークの機能があるからですね。はい、これは何なんだ？あ、これはですね、あの今、先ほど DAC プリというふうに説明しましたけども、DAC プリとして使うのか、それともボリューム機能をあのなくして、うん、純粋に DAC として使うのかっていうのが選択できます。すごいですね。でなおかつ、うん、今パワーアンプの原因って年々低くなってる傾向にあると思うんですよ。まあそのパワーアンプの組み合わせであったりとかプリアンプの組み合わせによって出力電圧も変えることができます。なので低い、まあ一般的な CD プレーヤーの 2V の出力から最大 8V の出力まで切り替える、まあ2段階のモードになるんですけども、切り替えることができるというモードになります。素晴らしいですね。で、まあこれはまあアウトプット、ね、RCA と XLR のアウトプットがあるという感じでございます。はい、なんか前面にこれなんかついてるんですけど、これ何ですか？これは、あ、これはですね、あの真空管の小窓ですね、うん、あ、デザイン的な真空管が入ってるんだ。はい、うん、なるほど。どこの段に入ってるんですか、これ？そこまでわかんない。ラインステージのインプット、うん、あ、アウトプットバッファーに真空管を使っています。うん、なるほどね、はい、そういうことでございます。でもまあ見た目がね、かっこいいから上がりますね、こういうのはね。で、まあ先ほど今説明しましたけども、はい、まあこれは真空管 そのかなり熱くなってしまうので触ると分かるんですけども、はい、まあ、放熱も兼ねて、はい、それなりに熱くなりますね。ええ、うん、なので、まあ、少し放熱に気を使っていただいてセッティングしていただけると使えます、うん、ですね、はい、なるほど。でもこれだって30万しないんでしょ？あ、これ36万円なんですよ。36万、はい、40万円弱ぐらいです。で、先ほど先ほど、あ、ありがとうございます、う
で先ほど真空管の話が出ましたけども、真空管を使うかどうかというのも選択できるんですよ。ほう。でここのにスイッチがあるんですが、嫌だっていう人いますからね、まあ、どうしても真空管の音ってしますから、でこのスイッチを今真ん中というのは真空管を使えますよというモードなんですが、うん、これ左にすると真空管がオフになる。なるほどね。リレーの音がしますというモードになります。なるほど。一番右にすると、うん、チューブプラスというモードになるんですけども、はい、右にしました、はい、でチューブプラスというモードなんですけども、うん、これは真空管の中でもフィードバックを少し減らしてあげて倍音をちょっと出すようなモードになります。なるほど。じゃあもう一番こう あったかみのあるサウンドを好みの人はこっちにするといいのかな、ね、はい、倍音が出て、まあ、グルーブが出てツヤっぽいという、ね、はい、なるほどなるほど、はい、これいいですね。ありがとうございます、うん、まあ、あとヘッドホンアウトもついてます。はい、そうだね、ヘッドホンが 6.3mm のシングルエンドと 3.5mm のシングルエンド。あ、3.5、あ、本当だ、 3.5 もついてるわ。あと 2.5 のバランスもついています。本当だ、はい、器用ですね、多機能ですねこいつは本当に、うん、まあミュージックウックもそうですけど、プロ IDSD も、まあ、何でも入りマルチメディアプレイヤーというところです。うん、なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、あ、じゃあちょっと一回また席に戻っていただいて。